たくさん人がいるぜ。よみんな、こんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつがこっちの後ろにいたぜ。カイトさん、内側の通路の方が近いかな。4列目か、一番内側の通路沿いになるのかな。黒っぽい甲羅の男性だな。そうだぜ。いや、名前はなんてんだい。ケイスケです。ケイスケ、クールな名前じゃないか。じゃあケイスケ、俺が最高だぜって言ったら、ケイスケは両方のヒレを高く上げてうおうって元気に言ってくれ。みんなもしっかり覚えてほしいんだ。ケイスケのことよく見とけよ。よーし、行くぜ。ケイスケ、最高だぜ。ゴー。ケイスケ、もう一回できてたんだぜ。ヒレ上がってたしさ、おーってちゃんと言ってたんだよ。ただなんだろうな、気持ちかな。気持ちが元気に変わるとさ、聞こえ方ずいぶん変わるんだぜ。ケイスケ、前の方にな、子供たちが何人かいるんだよ。その子たちに大人の本気はすげえってとこ見せてよぜ。もう一回だけ挑戦してな、全力の元気でいくぞ。ケイスケ、最高だぜ。ゴー。まあそんな時もあるよな。みんなやっぱりね、拍手しようぜ。頑張ったな、ありがとう。よし、受験の次はさ、こっちの前で、一番前で内側の通路から、じゃあ一番通路側のこと話そうかな。うん。いや、君の名前は岡夏樹です。岡夏樹、よろしくな。岡夏樹はどこから来たんだい。東京から。東京ってどこなんだな。じゃあその東京ってどこから誰と一緒に来たんだ。ママと。ママ、分かったぜ。じゃあ岡夏樹のママはどこだ。切り上げて、隣だよな。いや、ママ、ママの名前なんてんだい。ともみです。ともみ、よろしくな。じゃあともみに一個聞きたいな。ともみは岡夏樹から質問をたくさんされたっていう経験はあるかい。ある。そうか、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。なあ、ともみ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。教えてくれてありがとうな。岡夏樹もありがとう。みんな拍手しようぜ。実はさっきもスクワットに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うの。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。協力してくれるなら、はいって言ってくれ。せーの、はい。後ろの大人は協力してくれないのか。もう一回いくぜ。せーの、はい。お前たち最高だぜ。はい。ケースケがやってくれてるぜ。嬉しいぜ。よし、それじゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間の家族ってどのくらいの大きさなの。だってさ。よし、じゃあ家族で来てる人、ひれ上げてくれ。お、何人来るな。じゃあ、さ、こっちの前で2列目で端から2番目にいる茶色い甲羅で顔に白いホタテ貝がついてるんだ。よし、名前なんてんだい。カズヤです。カズヤ、よろしくな。カズヤは何匹家族。4匹です。お、そのうち子供何匹。2匹です。おー、俺は65匹さっき言ったスクワートってのが末っ子で、他にも上からキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴーディ、ロクディ。カズヤ、止めてくれていいんだぜ。賑やかでとっても楽しいんだ。教えてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。なんか俺に質問があるやつ、元気にひり上げてくれ。何でも答えるぜ。んー、じゃあまずはそうだね。フラッシュん、前の子が質問があるみたいだぞ。お、なんかありがとう。じゃあカイトさん、こっちの前で3列目で通路側にいるお姉ちゃんあげてくれてたな。いや、君の名前はカノーヤカレンです。カノーヤカレン、よろしくな。カノーヤカレンは俺に何を聞きたいんだ。何の食べ物
のが好きです。ああ食べ物か。俺はな、アオウミガメっていう種類のカメでな、この下に生えてるみたいな海藻をいっぱい食べるんだ。その中でも特にな、ワカメ、ノリ、昆布、ワカメ、ノリ、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるのが一番好きなんだ。そして俺の体こんなにでっかくなって体重は300キロあるんだぜ。カノーやカレンもいろんなものをバランスよく食べて300キロ目指してくれた。俺たち最高だぜ。よし、じゃあ次の人は後ろの大人も遠慮すんな、元気に振り上げて。じゃあ次はそうだな、じゃあ後ろの真ん中でさ、じゃあ3列目で一番こっちの通路側にいるピンクの子らかな。で、顔の上にも顔がある君だな。いや、君の名前は？アキナです。アキナ、よろしくな。質問なんだい。今日一緒に来ている友達が誕生日なのでクラッシュに一緒にお祝いしてもらえたらなって思ってるんですけど。おめでとうちょっと話してみようかな。この友達どこにいるんだ？君か。あ、いたな、いたな。君の名前は？ヨシエです。ヨシエ、分かったぜ。じゃあただおめでとうだけじゃあれだもんな。ヨシエには俺から誕生日の歌プレゼントしたから。よし、じゃあせっかくだ、他にも誕生日近いやついるか、いたら切り上げて。何人かいかな。よし、じゃあヨシエとみんなのために今から歌うぜ。ハッピーバースデーヨシエともえたち、ハッピーバースデーヨシエともえたち、卵から変えた日おめでとう。みんな一緒にハッピーバースデーヨシエともえたち、おめでとう。一年にしてくれよ、おめでたち最高だぜ。よし、なんだって言うんだって。あ、どうしたクラゲライダー？あ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ、亀倉まんじゅうから。なんだあれ、楽しいじゃないか。え、じゃあみんなで亀倉まんじゅうって言おうぜ。せーの、亀倉まんじゅう。もうやめてくれ、そこ亀倉まんじゅう。亀倉まんじゅう、おっさぶってなっけだ。亀倉まんじゅう、よし、手入れで遊びに行こう。もうクラッシュのせいだよ。俺がなんかしたの？亀倉まんじゅうだよ。やめてくれ。亀倉まんじゅう、亀倉まんじゅう、亀あ、そうそう、スクワットからもう一個聞かれてたんだ。これさ、人間のもんなのかな。よし、これが飲んだか分かるやつ切り上げてくれ。あ、いけないな。じゃあガイドさんの顔でさ、一番前で端から3番目にいる白っぽい甲羅の子に聞いてみようかな。いや、君の名前は？渡辺さくや。渡辺の後はっきり聞こえなかったらもう一回教えて。さくや。あ、さくやかな。じゃあさ、この黄色いやつ一体なんていうものなんだい？ヘルメット。お、ヘルメットってのか。このヘルメットって何に使うものなんだ？頭守るもの。これで頭守ることができるんだな。すげえじゃないか。おい、何言ってる。これは俺の家だ。せっかくいい家を見つけたのに取られてたまるか。なんか体全体守れそうだったな。教えてくれてありがとう。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の人も何でもいいぜ、開けて。じゃあ今度はそうだな。じゃあ後ろのまた真ん中いっかな。じゃあ一番後ろでさ、その列の真ん中ぐらいか、白っぽい甲羅の人挙げてたんじゃないかな。いや、君の名前は？佐藤です。うん、じゃあ佐藤の質問なんだい。愛って何ですか？あー、ずいぶん難しいことを軽く聞いてくるな。なんだろうな、やっぱさ、この海に似てるような気がするかもな。でっかくって、あったかくって、すべてを包んでくれる。俺たちみんなをつないでくれるんだ。俺はな、その愛ってやつのおかげで家族にも恵まれたし、その愛ってやつがさ、
俺が生きてきたことに意味を与えてくれたような、そんな気がするんだ。あ、たださ、自分にとっての愛ってそれぞれみんな違うと思うんだ。だからその本当の答えは佐藤自身の心が見つけるべきもんなんじゃないかな。素敵な答えにたどり着いてくれ。お前たち最高だぜ。すすいます。ドリーとデスティニーじゃないか。じゃあみんな、ドリー、デスティニーって呼ぼえ。せーの、ドリー、デスティニー。わーわー、あら、こんにちは。ハローみんな。よー、今人間の世界についていろんなことを教わってたんだ。そうだ、ドリー、みんなにクジラを教えてやってくれないか。お、デスティニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。うわあ、いつから。じゃあみんな私の後に行ってね。クジラソーアロー。みんなも言おうぜ。せーの、クジラソーハロー。やる。みんなすごい、とってもうまかったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。なんだろう。わあ、本当にクジラを呼んじゃった。本当にクジラを呼んじゃった。ドリー、こちら、急げ。逃げて。ドリー、大丈夫？ドリー、どうすればいい？クジラさんにどう言って言って。みんな、クジラさん、どう言ってだ。せーの、クジラさん、どいて。おー、やったー。みんなのおかげでドリーが助かったぜ。カイユン、カイユン、カイユン、カイユン。パパ、パパ、パパ、カイユンに乗ってサービーしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。